西成へおいでやすー。どうも皆さん、京都僕は、ね、西成をぶらぶら飲み歩いてるんですけども、飲み歩いたら俺の飲み歩く時間内に初めて、100円のお好み焼きが開いてたんで、ちょっと潜入していきたいと思います。ずっと前からね、いろんな動画見て気にはなってたんですけど、なかなか空いてる時がなくて、今日は見事に空いてましたんで、一回食べてきます。そしたら行ってください。ゴーゴーゴー、トリプルゴということで、四角公園の横をくるっと来たら、来たとこにですね、こういう感じでお好み焼きさん、100円ですよ、これ100円、豚玉150円、豚玉代300円、という感じであるんですよ。いつも4時ぐらいから空いてるみたいです。中でも食べられて、中でも200円もらえて、あ、ごめんね、ごめんね、すごいな、これ300円、ね、ちょっと時間かかるね、いいよ、はい、近所の自動販売機でビールを買ってきます。ビール、チューハイ、チューハイな、チューハイ買ってきます。安ですよ、ほら、ほんま。ということで、初めて100円お好みですよ、これ。100円のお好み、奥で食えるんですよ、これ。よし、ここでいただきます。卵入り150円、値打ちですね、150円、ね、普通で100円で50円もね、卵入れたら。うん、ボリュームあるわ、これ。酒は自動販売機で買ってください。酒売ってんから。初めてだな、これ。ずっと食いたかったけど、いつも空いてへんかって。なんか夕方4時ぐらいから空いてるらしいです、これ。うん。うまっ。めっちゃうまい。想像してた以上にうまい。
前はこれ相当した人にもやばい。これボリュームもあるし豚肉もたんまり入ってる。いや、うまいなこれ、マジでうまい。うん、卵も半熟で仕上げてくれてる。これ今飲んでるから一個でも腹いっぱいになるけど、飲んでなくてもご飯でがっつり食べたいという人がいたら300円で3つ買うともう腹パンパンになるよこれ。いや、うまいわ。うん、やっとね、来れました。ちょんぺ焼きで300円、豚玉入り大判で大盛りで300円、ほんで俺が言うた豚玉を150円やで、これおかしいやろ。ほんで豚卵、豚玉入りもう何や知らんけど、これが100円、これ卵入ってんやったけど玉入りってなってるけどようわからんけど、いやでもまあ、しかしねこれもうほんまに、うん、祭りとかで食べる感じのお好み焼きに負けてないこの料金で、すごいよこれ、感動的ですほんまに。マジでもう500円焼きそばとかで売り出すのいろんな種類であっていいんちゃうか、100円焼きそばとか、うん、ボリューム満点。うまいわ、ちょっとびっくり、うん、いや西成でお好み焼き食べたならここで十分てか12分です。ほんまに美味しい、まだまだ食べていきます。ごちそうさまでした。完食です。むちゃくちゃうまかったです。びっくりです。次来るときはとんぺ焼き言うてみます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで西成でいつもうろうろしてるんですけども、初めて100円お好みが開いてました。はい、4時ぐらいから開いてるそうです。ほんまにね、味がむちゃくちゃうまい。びっくりしました、この料金でね。もうこのお好みはクオリティが高すぎる。豚肉もしっかり入ってるので、ちょっと鳩がいっぱいいるんでちょっと僕ビビりながら撮影してるんですけども、もうこの周り結構鳩が多いですよ。僕鳩苦手なんで、はい、ごめんなさい、ちょっと怖いです。はい、でもここはね、もう焼きそばとかそういうのはもうあったらすごいめっちゃ売れるんちゃうかなと。もうすごいね、お好み焼きのクオリティやばいです。むちゃくちゃうまかったです。皆さんもよかったら西成の四角公園横にありますんでお越しいただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。マスターありがとう、むっちゃうまかったです。ありがとうございます、また来ます。ありがとうございました、すみません。いやほんま最高、うん、四角公園の裏やからね、これこの裏、これはもう鳩がいっぱいおるんで、これ怖いねこれ。本日も最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。